だけではなく、日本全国でこの維新の改革をするスピリッツ、維新スピリッツがどんどん広がってきているというふうに感じます。この後ここ小倉駅ペデストリアンデッキにて、こちらのステージにて松井一郎、日本維新の会代表の松井一郎がここに来まして、直接皆様に熱い思い、維新がこれからどんな日本を掲げているのか、どんな日本に変えていきたいのか、そういうことを伝えていただきたいと思います。皆様ぜひ12時よりこちら松井代表来られてお話をしますので、集まっていただければなというふうに思います。さあ、そして今ステージ横に立っているのはこちら福岡第10区小倉北区南区そして門司区の支部長で、日本維新の会、支部長公認決定いたしました西田力でございます。西田力は元官僚でございます。環境省でやっておりました。この北九州は今 SDGs を掲げていますが、この SDGs もしっかりと進めていきたいというふうな思いで頑張っております。西田力、この西田力支部長を中心にですね、僕たち市議会議員も頑張っていきたいと思います。小倉駅前の皆さん、大きな音で失礼しております。こちらは日本維新の会でございます。私は元テレビリポーターの日本維新の会北九州市議会議員の篠原健二と申します。この後小倉駅12時より日本維新の会代表大阪市長の松井一郎がこのステージに来て、日本維新の会がこれからどのような日本を掲げているのか、どのようなビジョンを掲げているのか、日本の在り方についてお話をします。皆様ぜひ足を止めて話を聞いていっていただければなというふうに思います。それではですね、まず最初にここ北九州地元でございます、市議会議員日本維新の会市議会議員の小倉南区選出の有田恵里にお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私今年の1月31日北九州市議会議員選挙にて皆様からご支援ご声援賜りまして、北九州市議会議員と、ならせていただきました小倉南区選出有田恵里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私自身は、子供を育てる2児の母でございます。上の子は6歳、下の子は間もなく4歳になろうとしている、まだまだ小さい子を育てる一人の育児中の母親でございます。今北九州市議会議員となって思うこと、それは慣れ合い、政治家そして市職員の慣れ合いがとてもとても今気になっています。皆さん北九州の市議会をご覧になったことはございますか？インターネット中継そして動画でも配信されています。実際に見ていただければ分かりますが、とてもとても穏やかに1ヶ月、今回でしたら9月の議会がございましたが、とてもとても穏やかに1ヶ月終わりました。その中でも私有田より今回の補正予算、皆さんご存知ですか？今回6800万をかけて子どもたちに啓発の意味でマスクを配りたい、30枚
皆様の税金を使って6800万使ってマスク配りたいというお話があったんです。1枚いくらですかと聞いたら、1枚の単価30円で考えて900円で買いますって言われました。私たちの税金、私たちはもう自らマスクを買うことができる。もう安くいろんなところで今ドラッグストアでもインターネットでも買えるようなことができるようなこの状況で、私たちの税金がマスクになって返ってくるって言われるんです。びっくりしました。これ与党の皆さんの賛成で可決されてしまいました。今年補正予算でもうすでに可決されてます。私がこの時にお話しさせていただいたのは市民の税金です。これは市民の税金をしっかりと私たちのために使ってもらう。今持っているその税金は税金のために適切に使ってもらわないといけない。私たちは一人の主婦として1円でも毎日毎日安く子供たちのものをお家のものを食材一生懸命考えて買ってます。皆さんもそうだと思うんですよね。しっかりと今後もしするにしてもこれからそういったお買い物をするとき、何か私たちの税金でお買い物をするときでもしっかりと考えて私たちの税金を使ってくださいというお話をさせていただきました。これを言ったのが日本維新の会だけなんです。これではいけません。何でも許してはいけません。皆さんの思いをきちんと届ける人がいます。しっかりとこれからも北九州市議会議員として皆様の声を伝える、これからの北九州市を変える、そういった思いでこれからもしっかりと戦ってまいりますので、皆様のこれからのご支援ご声援もこれからも賜りますようよろしくお願い申し上げまして、小倉南区の有田恵里の演説とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。日本維新の会北九州市議会議員の小倉南区で活動しております有田恵里でした。さあ続きまして、日本維新の会北九州市議会議員の八幡西区で活動しております松尾和也のお話を聞いていただきたいと思います。その前に、この後ですね、小倉駅ここペデストリアンデッキ、こちらにあるこのステージですね、日本維新の会の代表である松井一郎代表がこちらステージに来まして直接皆様にお話をしていただきたいと思います。この後12時からです。あともう少しで松井代表来られますので皆様ぜひ足を止めていただいて話を聞いていただきたいと思います。そして今コロナ禍でもありますので、密にならないように横の人とですね1メートルぐらい間隔を取ってぜひ話を聞いていただきたいなと思います。それでは北九州市議会議員の松尾和也に話を、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。あと5分少々となりますがご挨拶をいたします。日本維新の会でございます。皆様には普段よりこの小倉北区選出の市会議員篠原健治、また南区の有田恵里議員が大変お世話になっております。あと5分少々で松井一郎大阪市長松井一郎が皆様にご挨拶に参りますでしょう。そして福岡県10区の支部長西田力からもその時に改めてご挨拶を申し上げます。ですがまずはしばしの間私のご挨拶にお付き合いをください。私は市会議員松尾でございます。私からは維新発作について時間まで申し上げたく、今日はマイクを握らせていただいてございます。維新発作は文字通り8つからなる日本維新の会の基本理念に基づいた、また困難なこの時代や、そして移りゆく皆様の意識を常に意識した維新の議員たちが心血を注いで書き上げてきた我々の政策でございます。その中よりごく一部かいつまんでお話をいたしますことをお許しください。維新発作のうちの一つ、
有田さん、時間になったら教えてください。身を切る改革、徹底的な透明化、議会改革によって政治に再び信頼を取り戻してまいります。これは私どもを含めた議員全体の待遇を改めるものであります。議員報酬、議員定数の3割カットを我々は断行し、すでに維新の議員、私たちは実践中でございます。そしていわゆる議員年金、議員年金というこの特権についても、この制度の復活にも我々は断固として反対をいたします。さらには企業、団体、組合などが議員たちに献金をすること、これも全面的に禁止といたします。議員という身分に固執をせずに公のしもべに徹することで、政治家本来の姿を取り戻す。残り3分、身を切る改革、それこそが身を切る改革の目的でございます。私ども維新の議員だけが今も自主的な給料カット、今もなお続けさせていただいておりますが、我々維新ができるのであれば他党の議員もやれば同じようにできるはずじゃないですか。削減をすべきではないでしょうか。なぜならば今後20年のうちに日本の人口は実に3割も減ってしまうと言われております。ならば議員も給料と、そして高すぎるボーナスを3割カットすべきでありましょう。小倉駅周辺ご通行中の皆様、大きなマイクでご挨拶を申し上げております。日本維新の会でございます。もう少々で日本維新の会代表、大阪市長松井一郎が皆様にご挨拶に参ります。そしてその時、福岡県第10区の支部長西田力からも力強いご挨拶を申し上げますが、あとしばしの間120秒ほどお付き合いください。私は松尾でございます。維新発作のうちの一つ、減税と規制改革、日本をダイナミックに飛躍させる成長のための戦略であります。長期低迷を続けているこの経済と、この国難であるコロナ禍を打破するために消費税を 5% へと引き下げるべきでありましょう。なぜならば世界では先進国のうち26カ国もが食料品などの税率を下げることで、このコロナ禍にこれまで対応してきました。そのようであります。なぜ我が日本だけそれができていないのか。政府は税収の増大を誇っている場合でしょうか。まさに今窮地に立たされている。今が次は瀬戸際であり、そして正念場である。その自覚が足りないのではないでしょうか。そう見えてなりません。成長のための減税を行うべきは今この時を置いて他にはありません。消費税のみならず所得税、法人税を減税する。不労大減税を断行し、簡素で公平な税制を実現いたしますが、あと20秒ほどありますか。不労からストックへと税体系における抜本的な改革を行ってまいります。この改革などはまさに福岡県10区世界銀行での経験を持つ西田力氏の得意分野であります。財政については過度なインフレを招かない範囲で積極的な財政出動、そして金融緩和を行ってまいります。これは福岡2区の新海隆がコンサルタントの経験を生かし、必ずやお役に立てることができるでしょう。コロナ禍により赤字幅が拡大することが確実となってしまった基礎的財政収支、プライマリバランスについて現実的な目標期限を再設定した上で、経済成長、そして歳出の削減、歳入の改革、その3つからなるバランスの取れた工程表を作成し、増税のみに頼りはしない成長重視の財政政権を行ってまいります。お声いただけたらいつでもやめますので。
はい、それでは西村力本人よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございます。日本維新の会福岡県第10区、これは門司区、ありがとうございます。小倉北区、小倉南区、ここを選挙区とする福岡県第10区でございます。私は門司区生まれの人間でございます。まさに地元でございます。地元の力、維新の力、西田力でございます。どうか維新の力と覚えてくださいませ。さて皆さん、今年の1月31日北九州市議会選挙がございました。そこで日本維新の会の新人3候補が当選させていただきました。どうもありがとうございました。本当にですね、皆様の力添えがあったからこそ維新の3名が当選できたわけでございます。本当にありがとうございました。そしてその後に大分市議会選挙、中間市議会選挙、維新が当選者を出しているわけでございます。皆さん、まだまだ九州では維新の知名度は高くはございません。しかしながら維新の足音が着々と聞こえてきている、そのように私は思うわけなんでございます。なぜ維新が党勢を拡大させなければいけないか、これはですね、絶対的な権力は絶対的に腐敗すると、そういう格言があるんです。イギリスの政治学者ジョン・アクトン卿が言いました。長期的な政権は必ず腐敗すると。まさに今の日本の政治じゃないでしょうか。大きな大きな自民党、公明党、立憲民主党、何も変わらないじゃないですか。コロナ対策ゴテゴテ、本当に困ってるんですよ皆さんね。私も困ってました。そうした中でなぜ政治が変わらなければいけないか、やはり緊張感を持たせなければいけないわけでございます。自民党さん、覚えていますか。皆さんに緊急事態と言いながら、自分たちの所属議員は銀座のクラブで豪遊してたわけですよ。いいんですか、そんなことを許してて。そして1億5000万を参議院選の候補に渡し、そのお金を地方議員に配っている、税金なんですよね。そもそもは皆さんの税金なんですよ。それを特定の議員に1億5000万どうぞと、どういうプロセスで出したかもわからない、説明責任も果たさない、そうした党がなぜ大きな政党でいられるか、皆さんが政治に関心を持たないからなんですよ。どうか皆さん政治に関心を持ってください。選挙、おそらく11月7日でしょう。ほぼこれは決まったと思います。もうすぐです。1ヶ月ちょっと後には皆さんの貴重な貴重な一票を投ずる時が来るわけでございます。その時に長く続いた自民党政権が何をやったか、自公政権が何をやったか、じっくりと見てください。私は特定の政党を責めるわけでございませんけれども、やはり議員のクオリティというのは緊張感がないと劣化するわけでございます。緊張感を持った政治を行うためには大企業や労働組合や宗教団体と関係を持たない、献金も受け取らない、手弁当でみんなが選挙に頑張る、その日本維新の会、どうか皆さん応援してくださいませ。皆さんの
皆さんの力が本当に必要なんです。私は大きな企業や労働組合から一切お金もいただきません。そうしたクリーンな政治を行いたいわけでございます。どうか皆さん、11月おそらく7日、クリーンな政治を始めるために、日本維新の会を応援してくださいませ。きっと政治が変われば、衰退する北九州市も変わります。先頃、北九州市の人口が93万人になりました。かつて100万都市として誇りを持った我々の都市が今や93万人。そして福岡市、かつて福岡市に勝ってたんですよね、北九州市は。今や福岡市160万人ですよ。皆さん、北九州市誇りを持ってやりましょうよ。復活させましょう。そのためには今ここにいる維新の市議も本当に頑張ります。本当に応援してください。古い政治やまさに口利きや利権、あるいは野望や談合、そうした政党は皆さんの顔を見てないんです。自分の組織、自分の団体、自分の法人、これを見て政治を進めるわけでございます。我々日本維新の会は特定の団体や特定の企業と深いつながりを持ちません。お金ももらえません。クリーンに政治を進めます。そして皆さんの生活を支えるために、皆さんの生活を支えるためにベーシック空間、皆さんあまり聞き慣れないかもしれませんね。ベーシック、基礎ですよ。基礎的な収入、所得、これを制度として毎月6万円から10万円を国民一人一人にですよ、給付する、そうした制度を設けようと日本維新の会は選挙の公約に掲げております。公約を掲げるだけで何もできないじゃないかと言われるかもしれません。そうです、やっぱり党勢を拡大しないというだけになってしまうんです。皆さん、いろいろな政党がいろいろな提案をしてます。まあ耳障りのいい提案をいろいろしてます。ベーシックサービスでありますとかね、一回国費の10万円給付とか、そういった提案をしております。まあそれはそれでいいでしょう。しかしながら、政党として言うにはやっぱり制度を提案しなければいけないわけでございます。一人一人が毎月6万円から10万円を給付してもらい、失敗できる社会、何度でも誰でも挑戦できる社会を作りたい、挑戦できる社会を作りたい、失敗を恐れない社会を作りたい、それが日本維新の会のベーシックインカムという提案なのでございます。まだまだ財源論とか制度論とか様々な課題はございます。しかしながら、私は霞が関、中央官庁で30何年間仕事をしてきました。その経験から分かるんです。行政を動かす仕組み、役人の性格、そして国会回し、そうしたことは私はすでに東京の霞が関で30年間経験しました。私が日本維新の会の一員として議員に押し上げていただければ必ず制度化します。ベーシックインカム、皆さんの生活、挑戦できる社会を下支えする
ベーシックインカム制度、どうか日本維新の提案を一度チラシにも書いておると思いますけれども、ご覧になっていただけますでしょうか。私どもはできないことを提案しているわけじゃないんです。耳障りがいいことを言っているわけじゃないんです。できる、やらなければいけない。そうしなければ衰退する日本、衰退する北九州市、止まらないんです。議員が変わらなければ政治も変わらない。政治が変わらなければ街も変わらない。変わらないだけじゃないんです、衰退していってるんです。私は40年前ここ北九州市から東京に来ました。40年前106万人いましたよ。活気がありました。このペデスリアンデッキはございませんでしたけれども、もうね、魚町あたり歩けばね、肩と肩がぶつかるようなそんなにぎわいがありました。皆さん、もう一度100万都市を目指そうじゃありませんか。頑張りましょうよ。日本維新の会はお金が欲しくて議員になるような人間は一人もいませんよ。本当に地元を愛して地元を復活させたい。そしてそれを国まで変えていきたい。日本大改革なんでございます。日本大改革をやれるのは既存のしがらみだらけの政党ではございません。皆さん、改革をするには痛みを伴います。痛みを伴います。皆さん、大きな声で大変申し訳ございませんでした。今、松井代表来ますので、はい、どうぞ。あります。ありがとうございます。こちら福岡10区の西田力でございました。さあ、そして今日本維新の会代表の松井一郎が到着しました。それでは直接、皆さんに声を聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、暑い中、政治の話なんていうのはあまり面白くもないのに、こうして立ち止まっていただいてありがとうございます。で、あの保護猫の、 あの譲渡会、今やられているところ、すいません、ちょっとお邪魔してまして申し訳ありません。ぜひあの、ね、動物愛してる人、愛されてる方は、一度、ね、考えていただきたいと思います。で、我が家もあの保護猫ではないんですけども、娘が連れてきた、猫と、そして息子が、連れて帰ってきた猫2匹と一緒に今、まあ、生活をしているところです。まあ、あの動物愛護の話は、まあ、横置いておきましてね、皆さん、これからいよいよ、まあ、選挙が始まります。で、国会議員、政治家を選ぶとき、皆さん、タレントの総選挙ではありません。アイドルの総選挙ではありませんから、アイドルの総選挙になりますと積極的な支援支持です。我々政治家を選ぶときは、皆さん、消極的、誰が一番マシかで考えていただいたらありがたいと思います。自民党、今新しい総理総裁が誕生して非常に支持率も上がってまいりました。僕は菅さんが総理としてコロナ対策失敗したとは思っておりません。誰がやってもゼロコロナは無理なんです。この間、僕は大阪の市長ですから、中央政府の総理である菅さんと様々な協議をしながら、とにかくワクチンを早く広げる、そして治療法を確立させようということで、まあ、国が旗を振ってそれを実行していくのが地方自治体、それを徹底的にやってまいりました。まあ、皆さんもご承知の通り、今なんとかね、10月の1日から緊急事態宣言が全国で解除されました。ただゼロコロナは皆さんないんです。ウイルスは必ずいるんです。なぜか、ゼロコロナなんてできるんなら、インフルエンザもゼロにできるはずなんです。できません。これは感染症というのはどうお付き合いをしていくかというのが一番の重要なことなんです。そして我々がコロナ対策、ウイルス、コロナとどうお付き合いしていくかというのは、
法律が必要だということがはっきり分かりました。それは何か、日本の場合は医療機関、コロナとお付き合いする中で一番重要なのは、コロナにかかった人は命をなくすことないように治療するケアができる体制を整えるということなんです。日本の場合は9割が民間の医療機関ですから、政府が、公の行政側がこうしなさいということで病院に対して強制力はありません。ですから何が必要か、法律で日本の医療支援運営していただいている民間のそういう病院、そういう人たちに強制力を持ってお願いができる。あくまでもその強制力を持ってお願いをしたことに対して、しっかりと病院の経営が成り立つように対価をお支払いをする、そういう法律を作らなければならないのに、この間その法律はできていませんでした。まあ、大阪で何をやってるかというと、今は法律ないもんですから、例えば大阪市、日本の中で一番最初に公の病院をコロナ専門病院にしました。今民間の皆さんも参加いただいて、3カ所の病院がコロナの専門の病院としてます。そこはだいたい100床ぐらいのベッドあるんですけど、全てコロナをやるという病院を作ってまいりました。そしてそういう形の中で1床あたり、ベッド1床あたり、それは民間の病院ですからコロナの協力はしたのに経営成り立たなくて潰れた、これじゃあ協力してくれません。ですから1床あたりコロナの病床、ベッドを1床作っていただいたら、3ヶ月間で1床あたり1000万の協力金をお支払いをしてます。年間1床あたり4000万円ですから、だいたい100床あれば皆さん40億程度この病院にお支払いすることになるんです。そういう形でご協力いただいて、医療機関が継続をして経営が成り立つ、そういう形を法律で作らないから、全国あちらこちらでどうしてもコロナによって入院先がない、治療ができない、こういう状況になるんです。欧米諸国と比べても日本の医療機関のベッド数は圧倒的に日本の方が多いのに、なぜ欧米のようなコロナ対策のベッドが、病床が作れないのか、それは当たり前なんですよ。欧米ではこういう公の、特にヨーロッパではほとんどが公の病院ですから、公が支持できるんです。でも日本はそうではありません。公の病院ではなく民間の病院で様々な健康に対しての治療をしていただいている、疾病に対して治療をしていただいているわけです。そして今からね、これを全て公の病院を作るなんていうのは、これは成り立ちません。財政がやっぱり民間でこの部分は担っていただく、そうしなければ日本っていうのは資源のない国ですから、国のやりくり、地方自治体、我々行政のやりくりは全て皆さんの税金で成り立っているわけですから、全て何でもかんでも公でということになれば、これは日本の国財政が破綻をいたします。まあ今もね、もうそういう破綻一歩手前だと我々は思ってるんです。それは何か、毎年の予算、赤字国債を発行しないと予算を組めないのが、この数十年間なんですよ。これは何かというと、将来世代への借金です。その形をどこかで転換しないと、我々次の世代、子供や孫に対してあまりにも無責任じゃないかな、我々はそう思ってる。ですから大阪において我々まだ国の政権は取れません。その力はありません。でも唯一我々が行政を運営できる大阪においては、この10年間黒字でやりくりをしてまいりました。黒字でやりくりをするということは、次の世代に付けは回していませんよ。じゃあどうやって黒字になったの、はっきり言って10年前まではね、大阪の、僕は2年前まで大阪府知事でした。で2年前から今市長なんですけど、まあとにかく自分のポジションっていうのは、知事だろうが市長だろうが何でもいいんです。
とにかく我々は日本を持続可能な国として継続をさせる、そして次の世代に我々の子供や孫に引き継いでいく、そのためには役所の大改革が必要ですよということなんです。日本の国大赤字ですけど、なんとか大阪黒字で10年間やってきた。でコロナ対策もさっき言ったように病床確保するのに一生あたり3ヶ月で1000万お支払いしなければならないんです。お金がいるんです。そのお金をどうやって積み上げてきたか、ちょうど2年前に僕が知事から市長に変わるときに吉村知事に引き継いだ貯金があります。財政調整基金、これ僕が引き継ぐときには1500億貯金を作って吉村さんに引き継ぎました。昔自民党の知事さんだった頃、橋本さんがそこを引き継いだとき借金は5400億あった、貯金は10億もなかったんです。10億、僕が橋本松井とやってきて吉村さんに引き継ぐときは5200億の借金の7割方返済をしながら預貯金1500億を吉村知事に引き継いだ。そのお金を使って今吉村知事が司令塔としてコロナ対策、大阪では新たに、まあ、野戦病院という言い方は悪いけども、新たに第6波に向けて軽症の皆さんが、自宅じゃなくて、ケアできるようなそういう大規模の入院施設も開設をいたしました。これもお金がかかる話でも、これらを借金することなくやりくりをしてきた。どうやってやったの？簡単な話なんです。皆さん、日本の役所組織というのは、まあ昭和のままなんです。昭和のままの形で運営をされています。人も減らない。そして役所から補助金を出して天下り先がたくさんある。今の時代、昔は昭和の時代はファックスが出て始めた頃、まあ黒い電話だった時代もあるんです。その時から役所の運営方針というのは全く変わってない。何でも人で、どん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 人ばっかり増えてくるんです。我々はその役所の体質を、まあそれはね、役所というのは潰れない組織ですから、人が多ければ一人一人の仕事の量は減りますから、楽して潰れない会社を勤めてるんです。我々は考え方こうです。潰れない組織に勤めるんなら民間と同じかそれ以上、ちょっと忙しくでも我慢してというか頑張って働きましょうよ。どれだけ赤字になっても役所の中で給料が支配されるとかボーナスがないなんていうのはないんです。全て保障されてるんです。定年まで悪いことしなければ、それは法律に違反する事件を起こしちゃダメですよ。それでもね、皆さん役所の中では飲酒運転ぐらいやったら停職3ヶ月ぐらいなんです。民間なら今飲酒運転ならほとんどね解雇される状況ですよ。でも役所っていうのはそうして守られてるところたくさん、それだけ守られてるんなら、まあ民間並みは当たり前、民間以上忙しく働いても十分じゃないのというのが我々の考え方。これに大反発してるのが立憲民主党と共産党の皆さん。彼らは役所の公務員の皆さん、税金で給料をもらうその公務員の組合が全部選挙支えますから、外線車の運転はする、ポスターは貼ってくれる、あちらこちらでビラを巻いてくれる。だからそこでそれだけのお世話になったら公務員労働組合とその真正面からやれませんよ。僕たちの言うことを言うように、ちょっと忙しい現場にするけどもう仕方がない頑張ってよなんて言ったら不幸が起こりますからね。人間やっぱり楽したいから。でもね、我々は違うんです。我々は次の世代子や孫のためにもね、そしてこれから超高齢化社会を迎えていく中でも、やっぱり今の時代、もう今令和の時代に合った形で税金の使い方、納税者の人が納得できる税金の使い方に見直しましょうよ。そしてこの10年間、まあね、一地方の自治体、大阪というエリア、
10年間やってきた、やってきた結果、やっと、ね、今までメタボだったのが、ぐっとスリムだったけど、サービスは低下したか、一切低下しておりません。サービスは拡充してきました。例えば、北九州市、まあ、給食あると思います。小学校、中学校もあるんですかね、給食。大阪では、もう今給食費用、給食費は無料です。無償。これ約80億お金かかるんです。でもね、子供たち、やっぱり、家庭の事情においては、朝食が取れないと。そういう子供もいる。そして、給食費が、その家庭の負担になっている。そういう家庭もあります。でもやっぱり子供たちにしっかり栄養をつけてもらって、栄養つけないとね、頭の回転もうまくいかないんだから。だから子供たちに栄養をしっかりつけれるように、家庭の差が子供たちの成長の差につながらないように、給食無償化2年前、去年の4月からもう無償化実行しました。80億かかるけども、黒字でやりくりをしております。私立高校においては、完全無償という形で、今、全ての子どもたちが家庭の事情に関係なく、自分の行きたい学校、受けたい教育、選べるような形も作ってまいりました。それでも黒字でやりくりできてる。これはね、皆さん、この10年間で大阪府と大阪市で合わせて4000人、職員の数をぐっと絞ってきた。数を絞るということは人件費がかからなくなります。当たり前の話してるだけなんです。いらないんです、そういうのは。天下り先と言われるところに予算を出すこともやめました。その時もね、非常に大きな問題だった。その各種団体、そういうところが潰れてしまう。そこで雇用されてる人たちの生活がなくなる。こういうことも言われたけど、補助金改革をして潰れた団体はありません。何が言いたいのか、あまりにも緩かったんです。あまりにもその一部の人たちだけが優遇、交付される税金の使い方をしてきた。これが昭和の行政運営のやり方です。これから人口は減っていくんです。皆さん、日本で税収がこれからどんどん伸びる時代ではありません。当たり前です。税金払っていただくのは国民の皆さんですから、人口は減るんです。今からだいたい30年ほどすると、だいたい1億を切ると言われております。まあ、それはそうでしょう。30年すれば、僕ももうこの世の中にはほぼいないわけですからね。だから、人口が減る中で、寿命は伸びていってるんです。日本の政府運営は昭和のまま、人口が増えて、だいたい平均寿命が70歳で、大体の計算をしてきてるんです。全く今はそういう時代ではありません。人口は減る、そして寿命は伸びてます。今女性が87歳、男性が84歳、大体まあ65、前期高齢者の間まだちょっとマシですけど、大体70超えたあたりからは膝が痛い、そしてちょっとやっぱり内臓が弱ってきた。それからやっぱりちょっと物忘れ、ひどくなってきた。いろんな形でやっぱり健康に対して心配してしなければならないのがいっぱい出てくる。その時に必要なのは、その人たちを支えるための医療と、そして、社会保障なんですよ。福祉なんです。これもただではありません。医療はドクターや看護師さんにやっていただく、そして社会福祉は介護士さんにも、これやっぱお給料払ってやっていただくわけです。保険も今国民皆保険も保険料で成り立っているのは3割です。そしてあとの7割のうち半分が自己負担、その後半分は税金投入で成り立っているんです。医療費はいよいよ40兆円を超えてまいりました。これからさらにこの部分は増えていく。で、これを全てね、次の子や孫にずっと赤字で国債発行して、それをね、付けを回すのか、これあまりにも無責任です。僕自身ももうあと8年もしますと、
これは前期高齢者の仲間入り、まあ、子供もいるし孫もいるんですけど、そういう自分の子供や孫に、まあ、自分がやっぱり医療を受けたい、福祉も受けたいですけど、もう何でもかんでもつけ回ったんではね、気を使うことになってしまいます。僕はやっぱりこの日本を作っていただいた今の段階の世代の皆さん、気を使わずにね、やっぱり死ぬまで社会保障、医療、これは受けていただくべきだと思ってるし、安心して受けていただくためには税金の使い方を見直していくしかないんです。これが我々維新の考え方。自民党はどんどん赤字国債に振ってでもどんどんもうばらまいてやろうじゃないか、それは一つの考え方。でもこれはいつか誰か我々次の世代何らかの形でこれをこの始末をしなければならないということになります。これは自民党の考え方、我々は違う。今の間にこれから30年40年先の日本をきちっと考えて、今の間に昭和の行政のやり方から令和の行政運営に変えていきましょうよというのが我々の考え方。立憲民主党と共産党はもうよく分かりません。僕は共産党とだけは組まない方が良かったのになと思います。というのも共産党はもうで完全に共産主義を目指していくわけですから、それから外交防衛においても、ね、日米同盟破棄すれば日本はどうなるんですか。それはアメリカに守っていただいているのも今事実なんですから。そして自衛隊を行けんだ、自衛隊やめてもらっていいんですか。ここと組んだらもうどうしようもなくなると思います、まあ、それが立憲共産党の考え方だから、皆さん我々はそのちょうど真ん中で改革をしながら経済を回していく、そしてその経済を回すことによって税収を上げる、そしてそのことで次の世代に付けを回さない。でそう言うと、じゃあ税金はずっと上がらないねえって考えていいんだろうなとおっしゃるかもしれません。これ我々の考えでは、これ今日本の中で税金を納めていただいていない方がたくさんいるんです。これはこれは事実なんです。だから不公平が起こってるんです。まともに税金払ってるところと税金を納めていないと、これだけでも今上手にやりくりして、まあちょっとうまくやりくりして税金を納めていないという方が約8兆円ほどあると言われてます。これはもう経済学者にきちっと聞いてます。でこれはね、うまくお金が見えなくしてる。でこれをね、我々は今マイナンバーカードというものもあるでしょ、公平にいくら所得があるのかしっかりと国で把握してさせていただいて、公平に高額所得者からは税金をいただきたい。今そういう形で税金を上手に隠れてる人たちが本部ありますから、これはしっかりいただきます。それからもう一つ、これもね、言いにくい話、本当はね、こんなことあんまり言うとね、高齢者の皆さん怒られるけどね、今年金制度ももう持ちません。当たり前なんですよ。だって支える側が人減ってるんだから、支えられる側、高齢者はどんどん増えてくるんだから、でこれをね、なんとか税でやりくりすると。ただし高齢者であっても現役並みの所得のある方、現役並みの所得ある方、まあ大体もう会社出て、それからいろいろと、まあ第二の人生でいろんなことで働いてね、そういう現役並みの所得のある方についてはね、これはお互い支える側に回ってもらいたいと思ってます。出ないと年金制度もこれ全部次の若い世代だ、若い人のうちに年金払っていない人は 30% 払ってないんです。なぜか自分たちは多分もらえないだろうなと思ってるから、自分たちは。でもその3割の皆さん、このままの制度でいくとこれが無年金という形になってしまいます。でこういう人たちが無年金のまま高齢者になると最後生活保護ですか、違うんです。もう
基礎年金部分については税でやりくりする。ただし高齢者においても現役並みの所得の高い人、例えば1000万以上所得がある人は、これはちょっと年金については支える側、給付される側ではなくて支える側にちょっと回っていただきたい。これも本当選挙になるとこういうこと言うとね、高齢者から言ったら松井は高齢者に冷たいと言われるけど、1000万以上のね現役所得があるんなら、これ社会保障っていうのはそれぞれ相互で所得の再分配ですから、その方については支える側をもう少しサポートしてやってもらいたいというのは我々の考え方です。政治行政部活動に100点満点はありません。100点満点はなぜないか、日本は資源を資源でやりくりしている国ではないからです。全て皆さんの税金を納めていただいた税金のやりくりですから、100点満点というのは税金を納めることは必要なく、それでも医療、福祉、教育、街づくり、皆さんが言う皆さん の望むことを実現できるのが100点満点。これができるのはアラブの国ぐらいです。今ドバイで万博やってますけど、あれもオイルマネーで砂漠にあれだけの街を作ったわけです。だからアラブの国行くと税金は納めなくていいんです。医療も教育も住宅までもらえるんです、国から。それはもう資源が豊富で、その石油を世界各国売ったお金があるからできる。皆さんご承知のように日本にはそのような資源がありません。役所のやりくりは全て皆さんの税金のやりくりなんです。ぜひ皆さんの考え方の中で次の世代にも無料あって渡していける持続可能な日本を作る、まあそれには一番維新が言ってることがマシなんじゃないのであれば、ぜひ西田さんを応援をしてやっていただきたいと思います。環境省ですね、環境省職員で霞が関のことをよく分かってますから、どこにどういうふうにメスを入れれば無駄なお金の使い方を止めれるのかな、よく分かってる人ですから、ぜひ皆さん、西田さん、厳しい戦いですけれども、ぜひね、自民党、ちょっとね、まあ、慣れ合い、ぬるま湯、もたれ合いや、ちょっと違うんじゃないの、ビリッとさせなければならない、立憲、共産、何も何でも反対の野党、まあ、それもいかがなもんかと思われる方は、ぜひね、もう10年やってきました、大阪で実際に役所を動かしてきた。その実績はあります。その形を日本全国に少しでも広げていくために、ぜひ我々国政においても維新の会に皆さん少しずつ力を貸してください。西田さんをお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。すみません、皆さん、大きな拍手をお願いいたします。日本維新の会代表の松井一郎でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。八木さん。さあ、それではこの後ですね、日本維新の会の街頭演説、2時半から新宮町、そして4時から、天神、そして5時から博多駅という風なスケジュールで動いてまいりますので、なかなかついてくるのは難しいと思いますが、皆様ぜひインターネット配信もやっておりますので見ていただけたらなという風に思います。そして、こちら福岡10区、小倉北区、南区、門司区においては日本維新の会支部長公認しております西田力を、皆様ぜひ覚えていただいて、西田力、そして日本維新の会のご支援応援をよろしくお願いいたします。本日はこれで街頭演説会を終了とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。